あ、お、犬も、うわあ、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 どうも、ピーチスと申します。ようこそ、検索してはいけない言葉を、みんなで検索しようぜ。フォーガールズフィンガーペイン、芸術系のワードではないんでしょうね。はい。2000 years later。 サムネから卑猥、再生してみましょう。はい。あ、まあ、フォーガールズなんで女性が4人、うち、うわ、もう、いや、もう、やだやだやだ、最初、あ、もう数字プラス文字はもう これ系しかないんすか。もう、うわあ、一人の女性のに対してもう出してます、上から。何をとは言いませんけれども、で、それでまあ食べるんだ。うわあ、それに口つけて、うわあ、もう正気じゃないな。あ、それね、フィンガーペイントだから体に塗るっていう、ちょっと最初の映像の強度が強すぎて、あの、これされてもなんか、まあ、確かにフィンガー、うわあ、ギャッ、と、あ、取っちゃうんだ、それに。さらに何にでも使うじゃん、 UN コーとか当社を、た、何にでも使うじゃん、もう永久期間、うわー、ワンマンワンバッグ、エスパー伊藤さんみたいな。はい。3000 years later。 ワンマンワンバッグ、うわ、もうサムネからまたおぶつけか。いや、ダメ、サムネでダメだ。うっ、下に文章がありますので読んでみましょう。ある男が公衆便所から海の混ざったや原塩を集め、それに自分の本から出た液を加えて愛情を込めて混ぜ合わせる様子を記録している。それから、まあ、あとは見てのお楽しみ。再生してみましょう。はい。え、集めんだ、これ、うわうわやばい、やば、うわ、無理無理無理、ま、無理、で、そのビニールを頭にかぶる？うわ、やばすぎ、やばすぎ、あーあー、やばすぎる、お風呂みたいに、うわ、な、病気になっちゃうよ。Please. Two guys, one horse. お馬さん。イエーイ。はい。検索してはいけない言葉。馬付き？こちらが Two guys, one horse らしいので再生してみましょう。はい。ん？どうなってるんだ？あ、そういうことか。え、馬で、え、馬ってこんな大きいの？え、馬の、え、馬の、え、馬の TNT を一人の男性の、うん、水戸の五郎公の、あー、そんな、あー、いや、ダメ、無理だろう。え、奥は、え、わー、え、いや、でもこれ正直馬がかわいそう、ちょっときついんで日を改めます。エイトガールズノーカップ、ノーなんだからカップいらない。はい。検索してはいけない言葉。Okay. パッケージからアウトなんですが、サンプル動画再生してみましょう。はい。また、あ、あ、あ、もう裸になってる女性も、ああ、もうダメ、でも左の人はもう食べてるし、え、
でも数が増えただけじゃん、もうほんとこういう系のやつの。なんなほんと。まあ今の、うわダメ、うぅうぅ。正直今のところは大丈夫って言おうとしたらダメでした。ワンビットナインパップス、1ビットの子犬、64ビット、はい、検索してはい、こちらがワンビットナインパップスの動画らしいので再生してみましょう。はい、え、犬、子犬が、え、いや無理無理無理、あ、お犬も、うわあ、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 おる、うわあ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 、説明もできない。今の動画について調べてみました。今のはオーストラリア在住のイギリス人動物学者アダム・ブリットンによって撮影された映像です。彼はポッドキャストを運営しており、ワニおよび野生動物の専門家として自分を紹介しています。しばしばテレビの取材などもあり、ナショナルジオグラフィックで働くなど、彼の研究は国際的な注目と尊敬を集めました。一方で彼は少なくとも39匹の動物を拷問し殺害したと言われています。彼はピットブル、特にピットブルミックスが好きで、その理由は何でも食べやがるから。殺害した犬の遺体はほとんどを容器に入れて保存していました。そして時々それを焼いて新たな犠牲者となる犬に餌として与えていたとのこと。動画では1匹の子犬と1匹の犬しか出てきませんでしたが、ワード名はワンビットナインパプス、つまり1匹のメス犬と9匹の子犬。実は今回見たのはシリーズの一部に過ぎなかったのです。一連の動画でブリットンは一匹一匹違う方法で9匹の子犬をしていきました。彼は子犬の死体の一部を母犬に無理やり食べさせたり、彼自身は実行に及んだり、最後は母犬も拷問し殺害するという内容だそうです。この動画は2021年の年末に過激コンテンツを共有できるサイトデッツアディクトで匿名の人物によって投稿され、その後拡散されました。2022年4月、この動画がノーザンテリトリー動物福祉支局に送られ、彼らが警察に通報。4月20日、警察による動画撮影者の調査が始まりました。調査開始から2日後の4月22日、ノーザンテリトリー警察とオーストラリア連邦警察の合同チームはダーウィン郊外のマクミンズラグーンにあるブリットンの自宅にたどり着きました。警察による家宅捜索の結果、相当数の動物虐待の動画が見つかり、ブリットンは逮捕されました。彼はノーザンテリトリー刑事法に基づき過重動物虐待15件12件で起訴されました。捜査とともに彼の告訴件数は徐々に増加していき、結果として合計213件にも及びました。拘束されたブリットンは2022年4月26日にダーウィン地方裁判所に出廷しましたが、犯行が信じられないほど生々しいため、最初の公判では判事の判断によりブリットン自身の名前などの情報をはじめ犯行のすべてがぼかされていました。その後の法廷は犯罪があまりにも忌まわしいとみなされたため何度も延期され、最終的に2023年10月12日になる予定でした。ただ2023年9月の25日、アダム・ブリットン自身が動物虐待、銃弾、児童ポルノの所持の罪を認めました。ここで初めてアダム・ブリットンの名前が公開され、犯行の詳細が明かされました。ブリットンは2014年から犯行を始めたそうです。オーストラリアで最大級の掲示板サイトガムツリーなどを利用して、犬の引き取り手を探している飼い主にいい家を与えると約束して新しい犬を調達。訪問して殺す前に犬の写真を撮り、順調に新しい生活に慣れてきているというような嘘を前の飼い主に送りました。そして犯行に及んだとのこと。またブリットンはテレグラムという SNS にて
志を同じくする人々と会話することだけを目的としたアカウントを運営しており、そのアカウントでは他の犯罪者と被害数について話し合ったり、どのように犯罪を実行したのかを詳しく教えたりしていたそうです。またそこのチャットではこのようなことを言っていました。なぜ犬を傷つけるのが好きなのか人と話していました。最初はよく分かりませんでしたが、今ではそのために生きています。犬を傷つけるのをやめられません。子供の頃、私は動物に対してサディスティックでしたが、それを抑圧していました。ここ数年でまたそれを吐き出してしまい、今では止められなくなりました。止めたくないんです。彼は2023年12月に判決を受ける予定でした。ただブリットン側から精神鑑定の報告書を検討するための時間が欲しいという要求があったため、量刑の言い渡しは2024年の5月に延期されました。おいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。